はいどうも味です今回はテーラーちょっと呼んでいこうと思いますなんかねよくツイッターで宣伝で流れてくるのでちょっと気になってはいたんですけど今回初めて呼んでいこうかなと思いますで今日呼んでいくのはこの上のイラつく女リストっていうのを呼んでいこうかなと思いますじゃあよろしくお願いしますなんだこれ佐々木みちる今日も学校来なかったらしいよりさちゃんどうしたのパパ活で忙しいんかな <laughs> パパ活人みちる キャハハハハののかおやくそ笑うほんとキモいよねおっさんとエッチしてお小遣いもらうとかキャハハハハののかののか笑うしかせんや小田が佐々木みちるのこと狙ってたらしいけど今じゃキモいって言ってる負け惜しみやなおそらくキャハハののかもっとちゃんと喋れよほんとはパパ活なんて嘘なんだけどねええどういうこと同じこと言う リサ同じこと言ってんな私が流したガセ情報ってこと最低やなえマジでなんでそんなことあいつムカつくじゃん顔が顔が顔新刊コンパでもうチヤホヤされてたし生理的に嫌いなタイプうわ怖なあいつの SNS 荒らしてるのも私あんまそういうこともしやっとっても言わん方がいいぞ このまま引きこもりになって大学辞めるまで追い詰めるんだあちっちゃくするやつ嫌いあミみちるあミみちる愛いアイコンしとるやんねえやばいよねこの音声データリサ先輩が送ってくれたのえマジで <laughs> リサも結構やばいやつやったなううん、うん、アプリの掲示板に貼ってあったのを偶然見つけたのリサ先輩が投稿したのかはわからないイラつこんなリスト知らない え、何それなんか掲示板にあるん知らない。イラつく女をさらすアプリ。ほらこれ、野中先輩がさらされてたページ。え、そんなアプリあるんちょっと読みてえわ。ルカはスマホを見せた。ほんとだ。小宮野々花、境内小学部2年。みちるはさらに掲示板を読み進んでいた。うん。アナウ音声がさらされたのに、そんな盛り上がってないね。あ、そうやんね。 でもそんなにそのアプリも知れ渡ってないんじゃないみちるも知らなかったんやろインパクト弱いんじゃないあっ。の,のか先輩のバイトのシフトまで出てる。えこれ本物んーどうだろう。でもこのアプリ特定班とかいて SNS とか学校名はすぐに追加情報で来るんだよね。怖っ。ってことは職場とかもう学校どころの話じゃないもんな。最悪住所とかまでばらされるんやろへえ。行ってみようか。 どこに駅前のファストフード店この掲示板の通りならあとちょっとでバイト終わるみちるもいらんことすなよルカとみちるは店の前に来たあの話が本当ならそろそろ出てくるねそんなうまくいくかなくいそうやんなあ出てきたのうんあれののか先輩じゃないあ、ぽいねでもなんかケバハハハののかケバい,いんや スカート短っ。もうそれはいいやん。そういうファッションやん。駅ビル入った。買い物でもすんのかな喫茶店に入ってく。めっちゃ多いやん。誰かと待ち合わせかなここまで来たんだし、相手の顔見ようよ。これ、ミチルも結構癖あるな。だけ言われるんやぞ。パパ活しとるとか。彼しかもしれないし。そうだね。ミチルとるかは喫茶店に入った。そして、ののかの席のすぐ隣に座った。バレるどう はあ、アイスコーヒーヒお,おいし生き返るパフェ食べてもいいんだよいいのダイエット中だしそうパパ活勝利やないかスカートきつくなっちゃってそのスカートパンツいそうだよもうちょっと託し上げてみてもう田中さんのエッチ田中ええ加減にせえよいつもののかの裸見てるくせにははは田中ほんまおもんないおっさんやなでもチラリズムもグッとくるんだよ 腹立つな <laughs> 1万円 1>, 1万でいいのホテルは5パンチラ見せで1ああチラ見せで1か高いなしょうがないなじゃあほら足広げて待ってこれってさ喫茶店の話やろこれ喫茶店の話やんねマジで僕テーブルの下から覗くから <laughs> もうそんなおっさんおったらもう大笑いするわやめとけキャハハハ野の形が去っていったあれ完璧黒だよね <laughs> 黒でした真っ黒でしたパパ活って自分のことかよなみちるからしたら腹立つやろな人みちるに変な噂流しといて自分がやってるとかありえない前、まあ、カモフラージュやってんな反撃するえあえ <laughs> チルはスマホを取り出すとイラつく女リストを開いたあやるなやり返すタイプかさっきの会話動画で撮っておいたんだよねあ結構恨んどるな晒してやるわお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 、一応やばいってそんなことしたら野々花先輩マジでやばいことになっちゃうそうやんねただでさえ仕事場のシフトとかも出されとんやろ結構やぞそれ大丈夫別にいいじゃん事実なんだからまあまあまあ 小宮ののか経済学、経済学部2年。はい。後輩がパパ活しているというデマを流す一方で、本人がパパとエッチ三昧。<laughs> 書き方、書き方。これが証拠の動画。みんな見てね。やっべえわ。またやり返する、するぞ。み、みるるん。みるるん。マルセージン。動画。マルセージン。アイコンめっちゃかわいいな。これ、スコティッシュフォールドですかスクープすぎる。 みるるんすげえアッキーラ。<laughs> 名前が腹立つんよ。最高。みるるん何者え、待って待って待って。これののかのアイコンじゃないのみるるんの追跡に。みるるんミルルンの追跡に、うん、うんうん感じる。よくやったみるるん。小宮ののかの SNS にみんなで殴り込もう。うわ、すご。 あっという間にコメントいっぱいついた。みるるん、私のハンドルネームをみんなが叩いてくれてる。あっとる読み方。母。やばいよ、野中先輩の SNS 炎上してる。見せて、その SNS 一瞬チラッて見せて、お願い。母、燃えろ、燃えろ。みちるも結構やらかすタイプやな。楽しくなってきちゃった。これ以上はやめとこな。じゃあ、ここから2話ですね。おはよう、おはよう。 ミチルが大学に来ててくれてよかったうん疑い晴れたしねあそっかみちるはみちるでずっとあのやってもないパパ活でね疑われていろいろ言われて学校に来れんかったやもんねあよかったねある意味あの晴れてねでも自分はしてあかんで昨日ライムの通知止まなかったもんうんうんふわあれもしかして寝てないのうんアプリ見ててアプリいらつこんなリストハマってしもとるやんか あれ楽しいね。私、高校の友達の名前とかで検索しまくっちゃった。ああ、もしそういうアプリがあったら、一回ちょっと調べるかもしれんな。最悪やな。<laughs> あんまハマんない方がいいよ。あのアプリずっと見てたらやんじゃうって。そっかな。もうや、ん、むと思う。だって最終的に自分の名前とか出てきたら最悪じゃないか。ふわ、うー、眠。ちょっと私、寝るから出席カード配られる頃、起こして。 せっかく学校来たのに寝るんかーい最低妊婦様えどういうことこの女混み合っている電車の中でなんと座席4個分くらい使って横になって寝ていた注意したら「私は妊婦なんだよ」って大騒ぎあ,ー、まあしんどいんやったらしょうがないけど,どうなんか元気ありそうやなこいつ死ねばいいのにそれは言い過ぎあんなクソ親から生まれる子供がかわいそう言い過ぎ 三角駅で降りたからその辺に住んでるっぽいうわわ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 三角駅ってうちの最寄り駅じゃんこの画像の女どこかで見たことあるんだよなどこかで誰でしょうかミチルはコンビニに入っていったいらっしゃいませこれのもかのアイコン違うあ、こいつやちょやば。写真の女じゃん電車の妊婦様すごい偶然髪がかってるミチルいらんことすなよ この妊婦様はミチルにはいらんことをしてないけんな一回ちょっと落ち着こうなスクープスクープミチルはでん弁当を取ってレジに向かったこれくださいありがとうございます505円になりますレジ袋は必要でしょうか割り箸はお付けになりますでしょうかおしぼり入れておきますね営業用の顔はいい子ちゃんなんだよし取材しちゃるここのバイト長いんですかそうですねバイトというか この店、家族経営なんです。うちの父がオーナーで。なるほど。はい。なので、たまに手伝ってます。何が手伝ってますだよ。ど、うわやくそ言うな、みちる。どうせろくに仕事してないくせに。いや、わからんやん。そん時はしんどかったんかもしれんで、電車の中では。家族だからって、立ってるだけで金もらえるパーティーンだろう。パーティーンとか言うのバカみちるは買い物して、外に出ると、カシャカシャコンビニの外観を取った。いらんことしたな。 最低妊婦様の身元割れたよ。みるるんええかげんせよ。三角駅〇〇店のコンビニに勤めてる。って言っても家族経営でオーナーは父親。突っ立ってるだけで金もらえるらしい。ちゃうやんちゃうやんちゃうやん。コンビニ店員もしんどいって聞いたぞ。かなりしんどいって聞いたぞ。へへ。正義の味方。みるるん再来。調子乗ってんなこいつ。はあ、いいことした。特定すごいと思ったらみるるんだ。 〇〇店オーナーの名前は高橋義次55歳やめろフェイスブックのアカウントも発見やめろ最高女の旦那の会社見つけた怖いねやけど本当に <laughs> えー、もうその女だけじゃなくてその周りの家族まで全部さらされてってる追い込め追い込め定義の鉄追を下すバイノリダーということ <laughs> ノリダー腹立つは翌日 あーよく寝たみちるはイラつく女リストを開いた死ぬのはやばすぎ何誰だよ放火したのということこのアプリ使ってる誰かえアキラアイコン変わった <laughs> なんか犬のアイコンじゃなかったっけ君でもツミッターもかなり荒れてたしええもしかして野のかですか正義の鉄を下した倍ノリだノリだ 洒落にならならいってでもこの世から害獣一匹葬ったってことでそうだよ悪いやつは絶対に許さないバイノリだ <laughs> ちょっと話入ってこんきノリだ一回黙れ行ったれ行ったれ死ぬ放火ミチルはドキドキしながらニュースを見たまる店のコンビニおよび店主の自宅が放火されるえっさっきの妊婦様 ののコンビニの自宅が得られたってこと3人死亡オーナーのあの義継義継やったっけお父さんと旦那と妊婦様ああの女が死んだえ妊婦さんえじゃあちょっと待って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 ,待ってこれ私がリークしたからそやぞそやぞみちるはじっくりとニュース記事を読んだふふッああやばい 違うはまり方をしてる絶対いかん方向行ってるざまあみろ私は正義の味方ミるるんいや違うやん妊婦さん言うてもいろいろ事情あんねんって絶対にたぶんみちるは多分何て言うんやろ妊婦になったことないろたぶんこういうこと言う,言うのもいかんと思うんやけどちゃんと考えようやな悪は絶対許さない自分がやられた時つらかったんやきやめとき天罰天罰天罰もうやめい チ,ーチョアみちるはボフボフと枕にパンチしたよしこれからもどんどん書き込んじゃおうやめときののか先輩みたいなやつを駆逐するんだはい心臓捧げましょうでここから第3話ですねカシャ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 タバコのポイ捨て女発見顔もバッチリ写したし早速ムカむつこんなリストにアップだ。 っていうか、の,の、ののかじゃない。みちるもさ、こんだけ写真撮っとったらさ、バレるよ。あいつがやっとるってバレるって。多分場所特定とかされるで。ふふ。お、もうコメントついた。はは、みんな盛り上がってるな。みるるんが優秀すぎるだって。へへ。お前、もともとお前が書かれとったんだ私って結構有名人だよね。ツイッターでエゴさしちゃおうかな。やめとき。私のこと話してる人いたりして、やめとき。 へへやめとき一ちはツミッターでエコサーチをしてみた最近イラつコうナリストから目が離せないケンゴいらんことしいやな特にみるるんって人すごすぎ一度本人見てみたいな意外とかわいい女子大生とかだったりしてケンゴも頭お花畑やなそんなことないっていかんなこういうこと言ってかんわフフ <laughs> 当たり前だよ当たりだよかふんケンゴくんツミー始めたばっかなんだ あはパンケーキの写真とかあげてる。なんなんみちるもちょっとやべえ。どっちかとイラつくんこっちなんやけど。かわいい。この皿持ってるの本人なのかなかっこいい。やめとき。アイドルの平岡くんみたい。誰フォローしちゃおうかな。お前もうそういう出会い目的でフォローすな。えい、やめ、やめ、わ即攻フォローバーされちゃった。 嫌ないんやけど、ずっとツイッターになか,かじりついてる男嫌ないんやけど。<laughs> そんな秒速フォローが怖いって。フォローありがとうございます。こちらこそ。イラツコ女リスト好きなんですね。私もです。親近感持っちゃいました。違うよ。あの、ツイッターは出会いの場ではない。出会いの場やけど、そういう出会いの場ではない。やめ。わらわら。うるさい。ツイッターでしか言えない。わかる。ケンゴさん、ミルルン好きなんですね。 キルルキレッキレですよね自分のことそうやって言うんほんと毎日投稿してるよね最近ですね俺結構家近いからみるるんとすれ違ってるかもえー、ケンゴさんどこ住みなんですか今もこういう言い方するのどこ住みなんですかって聞くんなどうなん若い子教えてどこ住みなんですかとか聞くん三角駅の周辺だよへえー、わ私もご近所さんやばいぞみじる そうなんだミルルン同盟組みますか <laughs> あのこれはこれあのわからんよそのあれやけどこれは私の一意見として言うねめっちゃブロックしたいわこいつ組みたーいわらじゃねえわドゥン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 未知機嫌いいね何かいいことあったうんイケメンと友達になった わからんよなんよなかお皿持ってるのがこの子かなとか言ってたけどもしかしたら隣のやつかもしれんけんね隣のやつも見たちゃんと見たちゃんと見たかどっちって聞いた「へえ何つながりイラつこんなリストそんなつながりのイケメンやだへえオフ会でもしたのううん個人的にツミッターで仲良くなってやめておきなよあのアプリクズの吐きだめじゃん <laughs> <laughs> そうやね土星論土星論そうよ クズの吐き溜めにハマっていいるミチルでございますえあそこでコメントしてる人ら掲示板に貼り付いて悪口ばっか言ってるし最低気持ち悪くないうんわかる確かにリークされる女も悪いことしたのかもだけどいじめみたいうんこんな人らとリアルで絡まない方がいいよあどう思うどう思うみちるみちる 私のことそんなふうに思ってたんだはいみちるのことじゃないよみちるのことですあのもアプリやってたらクズになるんでしょはいもういいみちるはカバンを持って立ち上がったえクズどこ行くんちょっとどこ行くの帰るごめんってクズそんな怒んないでよクズ私はただみちるは構わず教室を出たバイバイ友達と喧嘩しちゃったえなんで孤独だよ 違う違う違うなんでって聞いてののんでって聞いて「孤独だよ」は違うよしよし俺がいるようんケンゴ君って26歳なんだよねあそうなんやあそうなんや <laughs> あやけにちょっとおっさんおっさんとか言ってた <laughs> なんか若い子っぽくない LINE だなとは思った大学生っぽくない LINE だなとは思ったようんまあ仕事中そう7時には終わるよ 会う駅前待ち合わせで会うな会うな先週給料入ったからうまい飯食わしてやるぞ健吾今すぐブロックしたいブロックしようみちるななになになんて何行く上の何 ?OK じゃああとで連絡するねライムの ID 交換しよっかあ交換したは幸せ7時に駅前かそれまで暇だなどうするブス来たらイラつく女リスト見てみよっかな タバコのポイ捨て女の本名勝浦あや19歳まず19歳でした吸ってはいけない未成年顔写真晒したら奴のクラスメイトが罪として発見了解これより正義の鉄下すノリダノリだししノリだし頑張れノリダああまたノリダか <laughs> ノリダそういうキャラなんこの人が放火したのかなまさかね。 のりだ黒幕説ってありそうやねじゃあここから4話やね2か月後ケンゴこの後どうするめっちゃ仲良くなってるやんもう10時だから帰るよまだ10時じゃん明日土曜だようち来たらうーんどうしようかなまあ7時に仕事終わって10時に帰るってなかなかですねみちるはケンゴの腕をつかんだ聞いてじゃあちょっとだけねケンゴ何飲むビール はいどうぞ。わかる。ビールは飲みてえよな。サンキュー。ケンゴはスマホをいじってる。またスマホをいじる。仕事先の人だよ。嘘でございます。多分。プライベートでもぐいぐい連絡してくるからさ。そうなんだ。仕事なら仕方ないね。悪いな。いいですよ。どうでしょうか。一回疑った方がいいと思います。ミチルはケンゴの横でチューハイをチビチビ飲んだ。かわいいな。計算か <laughs> 疑ってしまうな。 ごめんな。みちるが一回ちょっといらんことしいやから、一回いらんことしいのことを働いたけん、ちょっと一回疑うことにする。普段日本酒とか飲んでんちゃうの。三日に一度は会う関係。今の私たちって何なんだろう。うーん、どうでしょうか。クズとクズだと思います。うん私たちの関係。やめとけ。やめとけ。これ以上聞くな。仲良しじゃねははは。<laughs> 仲良しじゃねえはダメ。それだけ私はケンゴのこと好きだよ。俺も。んじゃあ付き合おうよ。なんていうの前にも言ったけどさ。俺、今はそういう時期じゃないんだ。はい。なるほど。仕事が忙しいってこと悪い。でも、いずれはいざはっきりさせるから。どういうこと嫁おるんかそれまで待ってて。わかった。 その代わり今日は泊まっていっていいよ。へへへ。健吾怪しいな。健吾も怪しいし、ノリダーも怪しい。朝。ふわ。健吾は朝ごはん何にしようか。健。部屋には誰もいなかった。へ。どうしたん。健吾どこ行ったん。トイレ。健吾帰っちゃったの？あ、健吾のスマホ。忘れていっちゃったのかな。いますか。健吾のスマホをポンとタップしてみると。 ふいにライムの通知がたくさん見えたはい、なんでしょうか穴が出たケン寝ちゃったのかな。マリ、明日のデート楽しみユリカ、ケンって嫌いなものあるわ、いっぱい来るナナ、オッケー、じゃあ来週の土曜日ねな、なにこれめっちゃ汚たなめっちゃ来たよ、アホほど来たよガチャ、何？ただいまおかえり、牛乳買ってきた <laughs> 朝一牛乳買いに出たんケンゴ毎日牛乳飲んでるの最近俺フレンチトーストにはまっててさ超前の作るから待っててなんか慣れとんなこなれとる感じするなうんケンゴ付き合ってくれない理由って仕事じゃなくて女だったんだまだと思いましたよ私の他にも彼女候補いっぱいいるんだまだと思いましたよ絶対負けたくないあっ バやばいやばえっぱいやばい,やばい,やっぱやばいさっきの子なんかやるなんかやるかすや,やるな未知やめとけ何か言ったうん何もケンゴともっと仲良くなるんだそういえばさうん最近イラつく女リスト見てたあうん俺ちょこちょこ覗いてるんだけどさミルルンいなくなったよねあの目の前にミルルンいらっしゃいますあそうだね寂しいよなリアルが忙しいんかな 見るるんミルルンそうだケンゴはミるるんが好きなんだよねならミるるんがまた活躍すれば私たちの話題が増えるかもそんな女の株上がるか悪口場の話そしてタイミングを見計らって私が見るるんだって告白すればって言ってもなうん違うと思いますよ根本的に。 スクープなんてそう簡単に見つからないそうじゃないそうだ私のパパ活の噂が流れた時真っ先に私をはぶったサークルの女マキ野宮マキの噂をでっち上げようでっち上げんのみちるはイラつコーナリストをタップした野宮マキ芸大文学部1年ゲームを間引きしては高値で売り飛ばしている女クソ <laughs> <laughs> やなクソやなみちるそうしんと。 これバレるんちゃうのゲームで万引きは嘘だけどあいつはイラつく女で間違いないし SNS が炎上すればいいんだバレるぞそういうのあノリダなんか来た了解これから裁きの準備に入るバイノリダノリダいつもこれつけんの早っまたノリダって人だこの人ほんといっつも常駐してるよな 他にに楽しいいことななのかなお前にだけは言わわれたくねえわファミレスで水だけ飲んで2時間居座ってあげく何も注文しないで帰った女がこちらです。<laughs> ええやん別に他の子が頼んだんちゃう来た今日のミルルン速報待ってましたみるるんほんとすごいな週刊誌もびっくり OK 速やかに精裁するノリダ調子乗っとるぞノリダも毎回お疲れ様です。 みるるんとノリダーの夫婦間。どうみるるんどうこれは OK? ねえ、やばいことになってるよ。何ここにさらされた女たちが被害者の会立ち上げた。まあ、そらそうでしょうね。え、受ける。犯罪者はどっちだって騒いでるよ。犯罪者さらされた女のブログみんなも見た方がいい。あ、これは言われるどうみみみ、ミミミアメブログ。はい。私怖いからロムルね。 みんなもそうした方がいいよ。被害者の会、罪をでっち上げたのがバレたやべえな。どうする、ミチるはは、でも証拠なんてありっこないし。怖くないっつーの。一応ブログ見てみるか。怖がっとるやんけーい。のみやまきのブログ。私は6月6日の夜9時。みんなこのスコティッシュホール大根にしてんな。コンビニの帰りに拉致されました。 男は私にビニール袋をかぶせ謝らないと殺すと言いました。うまく息ができなくて私は何もわからないまま何でしょうか。はあ <music>